お母様、あなたのために俺は何でも。これはもらっていく。待ってくれ。それはお母様の大事な子なんだ。あいつのものじゃない。お前聞きたいことあるだろ。お母様の子ってどういう意味なんだ。お母様は我が子を取り戻したいんだ。ふざけたこと。待って、頼む。それがないとあいつらにバカにされちまう。俺あいつらを出し抜きたいんだ。知ったことか。待って、もう少しだけ。頼む。何がおかしい。バカだなお前、話しすぎだ。終わりだぞ、入り口を塞いでやった。何言って。ここは俺様のテリトリーだ。お前はどこにも逃げられない。バカ者め。どうなことどろやろう、メジャー。これのは渡さないからな。どうやって出るか。今のは。なんだここ。研究室か何かか。一体何を調べてる。やめろ。おとなしくしてろ。イーサン、こんなところにいるとは驚いたな。ここで再会するとは残念だ。クリスか、お前ミアを殺して次は俺だけか。隊長、外で異常な揺れを観測した。すぐに移動しよう。揺れだと。震源は不明だが、このままここにいればミランダに知られる。おい待て、ミランダだと知ってるのか。黙ってろイーサン、お前には関係ない。
サンプルの分析結果は。やはり得意菌とつながりが。これ以上は首を突っ込むな。追いかかってる。相手してる暇はない、ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてる。お前はその時間稼ぎか。哀れだな。なんてことを。ミランダ様と一緒になるのはこの俺なんだ。お前じゃない。何の話だ。お前なんか変だぞ。もうダメ、我慢できない。助けて。どうして。ママどうして。どうして。あんなのどうすれば。水中に出口があって。
物が釣れたな。よし。もちろんです。新しい商品をどうぞご覧に。よき日よ。最後まで汚い野郎だ。吐き気がする。出口は先か。誰だ？おいおい、会ったばかりだろう。まあどうでもいいが。残ってるのはお前だけってわけか。お前はタフだ、それは認めよう。
だが瓶を揃えた後、どうローズを直す。何が言いたいんだ。俺が手を貸してもいい。今さら謝罪か。勘違いすんなよ。これはあくまで取引だ。いいか、村の外れに砦がある。そこで俺の瓶を見つけろ。できたらお前を認めよう。まずは墓地まで戻ってみな。ムカつく野郎だ。
奴らの巣か。なかなかやってくれるじゃねえか。見応えあるぜ。いつまで隠れてる。お前たちを引きずり出してやる。そうがっつくなって。あともう少しで全て片がつく。手を貸してやるよ。だがその代わり。なんだ言えよ。まず俺のところに来い。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、いいさん。クソ野郎。
生きて再会できるとはこの上なき光栄です。何なんだ。お忙しそうですな。気なら心配すんな、イーサー。それでいいんだ。いいから橋を渡ってとっとと来い。どう、イーサン・ウィンターズ、ようこそ。まさかゾナとモローまで殺すとはな。だがアメリカじゃもっとひどい目にあったんだろう。お前が気に入ったローズとミランダのことについて話がしたい。中に入ってこい。心配するな、罠なんかじゃねえ。何のつもりだ。いや、辛いよな。当ててやろう。他の奴らと同じように俺を倒せば救えると思ってるんだろう。娘は治ると聞いた。いいか、分かってねえよ。くそ、うるせえ。おい、静かにしてろ。悪かった。まあ、それ。いいか、お前はミランダに踊らされてる。何の話だ、これもゲームか。座れってんだろ。あの図体のでかいクソ女、ブサイクなサイコニー、ウスノルの怪物、わからねえか。試されてんだよ。ミランダの家族になる資格があるかどうか。そんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、このざまだ。最後に俺を殺せばめでたく入れ替えってわけか。ふざけんなよ。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。俺は娘を取り戻したいんだ。俺もだよ。あのガキはやべえ力を持ってる。
ミランダもビビるくらいに。いい加減にしろよ。何と言わせんだ。俺と組まねえか。一緒にローズを奪い返して、あのガキの力でミランダをぶち殺してやるんだ。ローズは人殺しの道具じゃない、クソ野郎が。最後のチャンスだ。このまま地獄を見たくないだろう。やってみろよ。ご愁傷様。あいつは。どうなってる。上に戻らないと。
便利なもんだ。お前には失望したぞ。お前となら一緒にミランダを倒せると思ったんだ。まったく残念だ。歯向かうこともできなかった。お前にわかるか、俺の味わったこの屈辱が。俺は他の兄弟とは違う。俺はただ自由になりたかったんだ。あの女から。力が必要だった。私を殺せるか。圧倒的な力。そいつらは俺の力の化身だ。力ある者が勝つ。それが宇宙の真理だ。俺の誘いを受けるべきだったな。いいか。